な時期にツバメって飛んでんの？空飛ぶんちゃう？え、だって6月やで。6月ってツバメ遅ない？ツバメだって自分の作りたい時期にやる。え、ちゃうちゃう、なんか多分どっか大陸またいで。はい、ということでですね、今回はゲストを、お招きしてますということで、アセさんでーす。いやー、来てくれたわ。あんまり出ないんだけどね、こういうね、そうそう、なんかこういうトークとかさ、はい、なかなか来てくれるイメージなかったけど、やっぱりこれはうちらの仲の良さ、うん、まあそうだね、それはね、友情出演、友情出演、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ特別にね、やっぱり、やはり、まあ、ベニーの頼んでることがあったので、じゃあ話来たのか、後で請求書送っとくから。でも結構かなちゃんとか白熊氏は、うん、割と朝さんの話私がちょいちょいしてるから、うん、噂は金金って感じよね。噂は金金、お世話になっております。お世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、で朝さんも私ちょいちょいかなちゃんの話してるから、ご飯食べながらとか、うん、それにほら YouTube ね出てるし、見てくれてんの？うん、たまに見るよ。なんかさ、新作が上がった時とかさ、やばい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 。せっかく、まあ、朝さん来てくれて、うん、ちょっとやりましょうかって言ってる時に、わさびさんがちょうどチャンネル登録者数5000人突破記念ということで、おめでとう、おめでとう。6000人になってましたよ、さっき見たら。あ、ほんま、うん、すごいな。なんかキックボクシングで5000秒耐久っていうの、いや5000秒って何分？シリに聞けばいいよ、シリに。なんかわさびって本当そういう、なんていうか、体張るの好きだよね。なんか S なのか M なのかよくわかんないよね、うん、その追い込みたいのか追い込まれたいのかみたいな。どうなんやろうな。まあいいや、わさびの。シリ聞いた、何秒？83分です。何分？83分、うん、ということで、さっきコメントしたんですけど、なんか一生無視されてた。きっとわさびは今俺のターンやって、うん、頑張ってるから私たちもこっちで頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと貸して、トークテーマトランプ。若干なんかこういうことやるって言われて、うん、いや変なこと喋ったらどうしようって思って、俺別にそんなにトーク得意でもないから、うん、俺これ買ったもん。買って、あらかじめちょっと予習しようって思って。やばい飲み会しかしてなくない？ね、ビジュアル系ロックバンド。いや、ビジュアル系ロックバンドは本当にひどいよ。じゃあ、順番に弾いていこうか。わかりました。ゆるりと。うん、ゆるりとね。お菓子用意したんで。あ、こっちがいいな。もうちょっと切れば、カード。切りましょうか。あ、すいません。やらせます。ゲストにやらせないで。ゲストに働かせるチャンネルです。皆さん、これノーギャラです。マネージャーへの報告も自分でしました。じゃあ、じゃんけんよ。はい、しょうがない。じゃんけん。いや。ババン。家飲みする時のお気に入りのおつまみは？なんか私、そんなにつまみ食べへん人やけど、最近はなんか白熊氏が餃子？最近は餃子、唐揚げ、チャーハン、冷凍食品ですけど。おつまみじゃなくないですか？ご飯。結構ガッツリですよね。あとはかなちゃんが最近唐揚げをあげてくれる。あれ美味しいね、うん、じゃあ、あすさんどうぞ。はい、じゃん。記憶をなくしやすいお酒の種類は？なんかね、記憶なくしたことないんですよ。もう後にも先にも、だからレモンサワー事件が、そうそう、レモンサワー事件っていうのがあって、けどね、あれ嫌なのが全部覚えてんだよね。だそれ、あれ記憶ある？あのくだり全部、全部ある。和楽器バンドでライブやった打ち上げで調子乗って飲みまくったの。あの時代が一番やんちゃやったよね。で、一生レモンサワーをおかわりつけてて、でもちょっと私は心配やった。あれ、朝さんの今日のペースなんかすごくないって飲み会終わって、でタクシーに乗って、ちょっと待って、そのタクシー乗る前にもう やらかしてたよ、結構。いや、だいぶね。なんか朝さんが酔っ払って、いやもう、マッチはギターの練習しろやって言ってた。いや、あれはマッチがなんかいろいろ言ってて、酔っ払ってるから、なんかよく言ってることよく分かんなくて、そう、それよく分かんねえから、それに対する返答が、うるせえマッチ、おめえギターもっと練習しとけって言って、マッチがなんか後から、いや俺朝さんより練習してると思うんだけど、いやそんなことは分かってますから、そんなことは知ってますみたいな。その後飲み狂ってみんなで解散
して解散して、そっからタクシー乗って、そもそもタクシーに乗った時点で結構酔っ払ってて、けど記憶あるから話せるんですよ。でタクシーの運転手さんに、うん、いやー運転手さんすいません、うん、俺もうちょっと完全酔っ払いなんですけど、もうもしねちょっと吐きそうになったら言うんで止めてくださいみたいな、うん、で運転手さんも分かりましたみたいな感じで5分ぐらい経つじゃん。ですげえ気持ち悪くなって、あ運転手さんごめんなさいごめんなさい、もう気持ち悪いですもう気持ち悪いですって言って降りて路上で吐き、そのまま寝ちゃったんだよね、うん、やっぱりそれ以降やっぱり飲みすぎは良くないって、20代であれをやっといてよかったなと思います。まあその辺はじゃあちょっと一旦ねグレーにしといてドン酔うとどうなる。新潟かどっかでゆうこりんを襲ってたよね。あこの野郎とか言って、うんうんうん、刺しとくあの動画、あの調子乗ってんじゃねえぞみたいな感じで髪の毛むしり取ってたやつやんな刺しとく襲いかかってでもあれは正直記憶ないですいやあんまり普通にならないよねそうそうよ。であの日だから年の数だけ日本酒一気して、しかもその前にビールも相当飲んでて、で記憶なくなってコリンの髪の毛むしり取って、その日は暴れ倒してそのまま撃沈して、なんか気がついたら自分の部屋で寝てたけどなんかあんまり二日酔いしないんですよ、その記憶なくなるほど飲んでも、うん、二日酔いって何どんな感じ。頭痛いの、うん、気持ち悪い、うん、気持ち悪い。あでも気持ち悪くなったらだって出しちゃうやん。出しても気持ち悪い、うん、出しても気持ち悪いですよね、うん、出したらもうすっきり、うん、全然全然。まあでもなんか最近はそういうのなくなったよね、ヘロヘロになるまで。20代だ、うん、今それしてんの多分かなちゃんぐらい。やってないっていやヘロヘロになって、まか今タクシーに引かれたらもう終わりやわとかって言ってるよね。それはメンタル的なものじゃないですか言ってください。今までで一番驚いた居酒屋メニューは、和楽器バンドでフランス行った時にジャパニーズレストラン美味しいっていうお店があって、名前の時点で結構怪しいんですけどジャパニーズバーベキューみたいなの書いてあって、あなんか焼肉のことかなみたいに思ったんですよ。肉だなって思って、それ頼んだらなかなか来なかったんですよ。遅かったよね。最初の一杯のビールが来るまでに30分ぐらいかかって、かかったかかった。そのバーベキューが来たかと思いきやですよ、うん、俺らが想像してたのと違って、なんか本当ジンギスカン焼く鉄板みたいなの、うんうん、こういうやつ、こんもりしたこんもりしたやつが来て、まず肉乗せて、そう肉乗せて焼いて、あまあこれで食べるんだなって思ったら、なんか店員が味噌汁みたいなスープを持ってきて、中にザバーってかけたん入れるっていう。でそのなんか汁がこの縁のとこに溜まってて、そう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 これ何これ何って日本で食べたことないこれ何みたいな。どの部分を食べるの、その汁をかけて。で今日ね食べ方もよくわからないんですよ。汁をすくって食べるってこと。いやなんかどうやったの、なんかもう私そこの衝撃しか覚えてないんだけどなんかどうやって食べたっけ。なんかいまだによくわからないんですよドン。みんなが共感できる泥酔した時あるある。あ、なんか今はないけど昔はめっちゃ電話してた。いや今も今は電話してなくても電話するよ恋しくてなんか電話してた。恋しくて別に今もや手当たり次第に電話かけるって、うん、あの一番迷惑なことやってたな。なんか、うん、結構そういう人いるよね。和楽器バンドの ABEX 時代のプロデューサーの人と飲んでたら、うんうんうん、よしじゃあちょっとなんか誰か呼ぶか誰か呼ぶかって言い出して、いろいろな人に電話かけ始めて、うんうん、一番最初あ俺杉蔵さんと飲みたいなとか言ってルナシーの杉蔵さんに電話かけて、うん、杉蔵さん出なくて、うん、なんか杉蔵さん出ねえじゃねえかって言って次はなんかラクリマクリスティのシュウセさんに電話し始めて、うん、その界隈全部攻める気やな。でももうみんな分かってる。出ないじゃんみたいな。やばいっていう、はい、コンパでドキッとする異性の仕草。そのいやもうほんと10年ぐらい前だけど、合コンやるから朝から来てよみたいな感じで言われて、うん、そしたら俺らバンドマンなわけじゃん、うん、で向こうなんか銀行の OL さんとか、えぇ、どういう組み合わせ、水と油みたいな感じで、この人たち絶対にバンドマンと付き合わないでしょみたいな人たちと合コンしたことありましたね昔でドキッとくる異性の仕草、まあ、コンパじゃなくてもいいよね。なんか朝さんがこう、うん、朝さんが思う、うん、女の子の仕草みたいなのとかわけなんかよくあるけど、俺髪かき上げるとか、うん、かなちゃんよくやるやん、うん、長い人はやるんじゃない、うん、朝さんもやりませんこうやって。まあそうですね、俺それもやってみたかもしれないどん激しかった飲み会の話いっぱいありすぎてどれにしようって感じ、もうどれあの大阪のやつ面白かった、あのマッコリ飲みまくってた時。ああ、うちのスタッフが一緒
それ言っていいよ。それこれやばいやつだと。これやばいやつだと思う。なんかどっかを敵に回すやから、うんうんうん、カットします。ちょっとねこれね危ないですよね、うん、そうです、こういう話しちゃうんですよ、うん、もう、初めて行ったコンパの話、うん、インディーズのビジュアル系のバンドやってる時とかに、うん、多分あの友達とかから多分呼ばれるんだよね、うんうん、俺の知り合いですごい人いて、うんうん、サポートミュージシャンで現場でお金もらうじゃない、うんうん、そのお金を握りしめて飲み会に行くっていう週5で飲み会やってるっていうバンドマンいた。まあ初めて行った合コンの話はまあよく覚えてないけど、うん、コンパで使える気になる異性をドキドキさせるテクニックを。だからいかんってコンパじゃあコンパじゃなくていいから気になる異性をドキドキさせるテクニックをお願いします。いや私ね行けないんですよね。仕掛けるってことなくない？待っちゃう？逆に好きな人が近くで飲んでたらなんかだんまりするかも、うん、で話しかけて来てくれるの待っちゃうかも。来てくれた時にどうするの？来てくれたらもう満勤で満勤で行く。なんかだって雰囲気でわかるやん。あちょっと好意あるなとかってわかるから、話しかけて来てくれる回数とかが多かったりしたら頑張って答える。でも自分からはガンガンとかっていうのはあんまり行った記憶がないっていうか行けた記憶がない。はい。コンパで使えるお気に入りの椅子を落とすテクニック。できた試しがないテクニックとかなあんまり考えない人だね。なんか嫌じゃん。嫌じゃん。自然体で会う人が一番いいよね。それが一番いいね、うんうん、だやんないかな。なんか、うん、テクニックでどうのとかいうのは。そうそうそう。だってそんな小手先で落としたとてもう続かんで、うん、そうそうそう長続きしなそうだから、ね、しんどいし、うんうん、私やっけ。私一発で店員を呼ぶテクニック。普通にすいませんって言うけど、うちのお父さんはパチーンって鳴らすとか。そんな人いる？ヒューってやつ。嘘やろほんまほんま。パチンはわかるけど、すんごい音すんのほんまに。パチンってもうすっごい響くんやけど、なんかバブルな感じするね。だってまあバブルを生きた人やからなんかバブルな感じがする。なんか可愛いなと思って見て、はい、じゃあ次行きましょう。はい。今までで一番最悪だったコンパの話。いいよコンパじゃなくても最悪だった飲みの話。いやなんか呼びやすいのか結構誘われたんですよ、まあ、先輩だったりとか仲いい人だったりすると。もっと20代前半ぐらいの時は、うんうん、なんか悪いなって思ってなんか断るの。じゃあちょっと遅れていきますねみたいな感じで、とりあえず顔だけ出しとくかみたいな。まあ、今でこそはもうあんま関係ないし気にしないんだけど、ビジュアル系って結構縦社会なんですよ。ガチガチの縦社会。そうビジュアル系って結構ガチガチの縦社会。ガチガチの縦社会なんで、うん、だからまあじゃあ顔だけ出しますみたいな、うん、後から言ったら当然出来上がってるからベロンベロンに酔っ払っててうざがらみされるみたいな。その人たちにねもうすぐ抜け出しましたねっていうのはありましたね。大変そう。酔っ払ってこんなところで寝てしまった話。京都にいた頃を祇園の花見工事の真ん中で倒れてたことがあります。遥か昔の話です。東京でいうとどのエリアぐらいですか？花見工事ってでも祇園の真ん中、うん、なんか東京ではないない、うん、銀座の並木通りぐらいじゃない？あまあ言うなら銀座の並木通りで倒れ、そうね、倒れてたぐらいのノリかな、うん、今までで一番酒癖の悪い人の話。はい。某人気バンド M のプロデューサーというか、まあディレクターというかの担当者の、うんうん、飲んだことがあって、うんうん、この人業界内ですげえ有名、結構有名な人ですごいできる人なんですけど、酒乱なんですよ。酒飲むと人が変わるんですよね。で一番最初は、まあ、普通なの、普通に、うんうん、あの話できるわけ。1軒目とか飲んで、じゃあもう終わりましょうって会計しましょうってなるじゃん、うん、会計終わった時に、うん、おめえまだ返さねえぞとか言って歌舞伎行くぞとか言ってみたいな感じですげえ人が変わるっていう。ユニバーサルの人とかもその人のことを知ってて、でむしろ「え朝さんあの人のこと知ってるんですか？」みたいな人がいらっしゃるんですけど。まあでもどの世界にも酒癖悪くて人変わっちゃう人っているよね。その人と飲むと大抵朝までなんだけどね。しんど。まあでもそうならなくても朝さん朝まで飲んでること多いけどね。まあそうね、基本夜行性なんで朝さんは結構遅い時間は元気。一番悪い時間帯は朝の7時とかね。それが一番最悪。誰も起きてる。最悪この中で誰一人どうって起きてる。仕事の日ぐらいやな起きてるとして。そう誰も起きれてないから大丈夫そんな時間は。まあそんな感じですかね。そんな感じで、はい、じゃあこんなもんこんなもんで宣伝したいこととかあったら、うん、よかったら、数々の日本社会に迷惑をかけてきた私ですが
3月に、最新アルバム、レイバーイデオロギーというですねアルバムをリリースいたしました。こちら Spotify や、Amazon Music ですとか、まあ、そういった、まあ、配信などでも聴けますの で、まあ、CD も売ってますので、まあ、皆さんよければ、まあ、ぜひね聴いていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの朝さんだって YouTube チャンネル持っててさ、うん、曲いろいろ書いたやつ上げてるよね、うんうん、はい、そちらの方もぜひぜひあの、はい、チェックしてくださいね。はい、はい、私は吉原ラーメンとか一番好きです。ありがとうございます。おがきバンドの曲の中で、うん、ありがとうございます。ちょっとなんか吉原ラーメンとでやろうよ今度。そうそう、ぜひぜひやってほしい。チャリン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 って今度はさすがにこれがねこれが絡む話なんですかね、楽曲なんで。やっぱり朝さんがこのバンドにいてくれてラメントという曲を書いてくれたおかげで、ほんまにほんまに、私のターンっていうのが、うんうんうん、まあ、できたので。そうよ、カラオケでも出てくるもん、ベニちゃん一番最初に。あ、そうなん。ということで、私朝さんにはすごく感謝してるんですよ。あ、ありがとうございます、はい、いえいえいえ。なんで、まだちょっとどんどん擦りたいんで、うん、いや、擦ってください、はい、なんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今回は朝さんにゲストに来ていただいて、トークテーマトランプを、やりました。じゃあまたちょっと次回、お楽しみにということで、高評価ボタンと、チャンネル登録よろしくお願いしますということで、新永あびにチャンネルでした。バイバーイ。